のかと思ったらマイク遠かったのでね。すいません、マイク遠かったんです。おはようございます。で、音合わせと時刻表示。おはようございます。おはようございます。久住雅之さん、いらっしゃいませ。そっちの方は名前知らないな。8時8分23、24、25、26、27、28。よし、やっと準備できた。うん、これで出発できます。自動延長、あ、そうだ、自動延長ありがとうございます。忘れてた。自動無料延長を開始します。うん、これで OK。 60秒。うん、あ、手袋今からします。手袋してたらこれ操作できなかったので。よし、てか走り始めたら嫌でもしないと、寒くてやってられないですからね。今日は、そうでしたっけ。ロボさん、昨日は拝聴できませんでした。拝聴すいませんでした。全然すまないことはないですよ。そう、一旦始めるまでが時間かかるんですよね。時間というか手間かかるんですよ。で、GPS をつけて、おはようございます。準備完了。ちなみに今宿出てすぐのところで、そう、手順書ないと忘れますね。宿出てすぐのところで準備してました。この廃屋の横で。ふう、朝ごはんはトロがあって美味しかったです。うん、電波でしょうね。宿は地にあります。そこは宿でした。小原荘さんで、去年話をした息子さんは昨日宿に着いた時にちょっとだけお話しして、すぐに私は部屋に入って、で、夕食の後私はすぐ寝てしまったので、で、息子さんは今朝も早く仕事に出られたそうなので話できませんでした。失礼したな。どうも。昨日飯食った後に下に降りていってちょっと話しようかと思ってたんですけどね。でも眠気に勝てませんでした。っていうか30分のタイマーかけて寝ようと思ったらタイマーの開始ボタン押す前に寝てたよ。30分までは設定してたのに。どんだけ寝落ちするの早いんだ。いや、で、0時過ぎに目覚まして、で、もうそのままそこからまあ、今日の枠の予約とかしたんですけどね。わらわら、仕事があるっていいな。クリスマスとかには勝てないな。その手の一文字差し替えには勝てない。いや、だいたい似たような音のやつを正規表現で並べればいいから勝てるな。一応クリスマスとかクリスマスとかにも多分勝てると思う。でもやってるのめんどくさい。おお、なんか海がすごいですね。言い訳が。クリスマスって、とりあえずクリスマスは後でぶっ殺したいな。2を指定して、なんか海の色というのかな、すごい景色になってますね。こちらはまあまあ寒いかな。あ、仁右衛門島行き、名称仁右衛門島。仁右衛門島ってこのすぐ近くにあった島ですよね。ちょっと駐車場越しですが、なんか不吉な景色に見える。いや、仁右衛門島の方には今日はサンタローストチキン。都合の悪い言葉を NG にしたのね。卒業まで言葉 NG しました。回避できるものならしてみるって思ったらいきなり回避されました。お食事どころ。何言葉。128号出れば海沿いは知れますよ。一日パ。というのはまたなんかキリがいい数字ですね。第7くらいにランクインしました。福岡の内陸、うん、積もってる。まあ、でも熊本とか阿蘇のあたりだったらもう雪でしょうからね。雪積もってるでしょうからね。積もらないかな、どうかな、あのあたりは。今のメイリーとは何のことかよくわかんないな。ところでイブって前夜祭って意味ですよね。イブはそうですね、前夜祭ですよね。お願いします。祭りだ。あ、今ここ忘れた。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。楽しみでしたか。楽しみでしたか。ドラクエかよ。そうだ、どっかで買い出しして、こっからが地獄だ。
今日は水とか、水とかの回線はこれはフォーマーです。今日ホテル混んでる、なんでだ。お、なんかこの夜それか、多分ですね、私が予想するに、どこかの放送に対して嫌がらせをするために、あのどっかの放送の URL を貼り付けてる音じゃないかな、わかんないけど。そうじゃなければスパムとかその手のやつかな。だいたい同じような URL 貼るっていうのはそういうパターンですね。うん、外寒いと足つるかな。いや、私足つることはめったにないですね。ただ私肩が凝らないとか、いろいろ肩が凝ったことがないみたいな話をしてましたけど、最近分かったことは、肩は凝ってるけど気づいてないだけだったっていう。最近左肩のあたりがちょっと痛くて、あの整体に通ってるんですけどね、あの筋肉がめちゃくちゃ硬くなってますって言われて、相当痛いはずなんですけどねって言われたんだけど、普段全然それ痛み感じなかったんですよね。そう、ストレッチとか普段やってないから。あ、でその間なんかコメント今あったな、すみません、聞き逃したっていうか、頭で処理する前に短期記憶から消えてしまうんですよね。ん、膝この魚なんだろう。お、これは取り壊し中か、上巻からなんか宇宙の兵士みたいな、宇宙の戦士か、あれは。あー、空気冷てー、冷たいけど、まあ、朝日はまだそんなに冷たい方じゃないかな、十分耐えられます。今日は南、そうです。あー、太くとか、冷たい。眠りすぎ。ああ。クリスマスが悔しいな。ちょっとここで、今これで電波来ましたよね、また。コメント来てるから多分。うわ、風強いな、結構、本当に。で、ちょっと待ってくださいね。クリスマスパターンを、奈落の底に。あ、音声のみ。不思議なんですよね、あの FMLE で音声のみっていうパターンが。トラウトマンって言いましたっけ。設定で、違う、設定じゃなくて辞書登録で、そう、ハインライン、あれかなりあのやばいですよね、かなり右っぽいですよね、日本で言うと。発音の正規表現で、ああ、こちらか、前食べましたそれ。それって言い方もおかしいな。クリスマスの巣のところに、つ、カタカナのつ、ひらがなのつ、ZTSUTU、こんなもんか、この辺りを追加すれば多分殺せるはず。す、つ、T、Z でクリツってのもありますからね。TU、あ、そうだ、あと、クリチュも入れとこう。クリチュマチュ。トンビが鳴いてるね。現在地は？現在地、あ、自動と同じです。クリツ。クリスマス、読み上げしないの。読み上げをその、しないように、クリスマスコメントが今日どんだけあるかと思って、それを、殺してしまうための設定もやってます。これ下手に設定すると全読み上げをキャンセルしてしまう危険性がありますね。そう、偉人なんか、これあのプログラミング的な置き換え、これでいいだろう。クリだとさすがに、どこの犬だ。ワイルドカードだとですね、全部が止まってしまいます。どこかで犬が吠えてるの。
これでいいだろう。生誕さん誰の？そう、プログラミング的に正規表現で表現できないことはないという。本当でも正規表現っていうのは強力ですよね。これがなかったら今頃どうなっていたやら。切ったらまあそれはそれでありですけどね。栗だけ気にすると多分あの僕の途中に出てくるやつも結構あるんで、ちょっと嫌な。いや、あの昨日クリスマス的な話題がむちゃくちゃ多かったんで、よしそれなら殺してやろうと思って。で、正規表現がすごいのはこういうあの、まあ、クリスマスみたいなのは簡単な方で、難しいのはあれなんですよ。あの同じような文字列をいつまでも書き込み続けるとか、あと読みが長い漢字をたくさん書いてあの読み上げ長く読ませるっていうのありますよね。あの手のやつのキャンセルはなかなか難しいです。でもこの間会社で仕事している途中にそれを考えて、いろいろと読み上げしないようにしました。正規表現というのはレギュラーエクスプレッションのことで、なんか似たような文字列をひとまとめにして表現できる、ひとまとめにしてなんていうのかな、例えば文字列置き換えとかの対象にできるんですよ。多少表記が違っててもちゃんとそれを指定してやれば。何をそんなに今日は、あでも距離結構あるな、780キロ。あ、正規表現アドレスとか結構ありものでも公開されてますよね。今日は780キロぐらいじゃなかったかな。カタカタ、ハンドル周りがちょっとですね、何がこれ、ハンドル周りのこれなんだろうな、これはライトか。そうですか。あの高波注意の人間型がちょっとかわいいな。あ、海の色が少し見えてきた、青い。ここまで、ここはまあ海の近くだから来るでしょうね。あ、追い風だ。台風、ああ。そうそう。インタビューと、あれはなんか盛り上がる瞬間にかけないとダメですよね。今のクトスもなんか突破しようと試みてますね。でもいまいちニュアンスは伝わってこないな。で、トマス、まだまだだな。ん？何探しゲーム？なんだろう、GPS の話かな。おはようございます。今のジオスさんかな？おはようございます。ああ、やっぱりちょっと空気が冷たいと、涙とか鼻水が、今鼻水はそうでもないけど、涙出ますね。今日はなかなかの寒さですが、多分まだ冬の寒さってほどじゃないです。おお、すごいんですよね。繰り返し文字列っていうのに対する表現がすごいと思う。特にケーキか、あーケーキか、ケーキも NG ですよ。かったな。でもケーキは他の文字列にさっきからなんか突破しようとしていろいろやってるんですね。ちなみにあの漢字で書くよろしくみたいな、ああいう当て字もあの禁止できてるはずです。読みでやってるんで。英語長い英単語は英語としか言わない。サンタさんか、ああサンタさんも、まあサンタはいいか別に。サンタさん、日本語に直訳すると聖人さん、サンタクロース、セイントはクロース、セイントアでしたっけ、
あのクロース星人さんのクロースを略してサンタさんにしちゃってるから、サンタさんだけど星人さんですよね。ケーキ、なんでケーキ食べるんですか。あ、聖ニコラウスがサンタクロースなんですかね。ケーキな、なんでケーキ食べるんですか今日。私の誕生日でもないのに。あ、メリクリか、メリクリ覚え忘れてたな。じゃあ後ほどまた。あ、そうそう、ハングルも、ハングルあれ読みが特定できないんで、ハングルについてハングル文字っていう文字コードの範囲を指定してですねって、この話はもういいって言われたんだっけ。お昼にケーキ。イブが難しいんですよ。イブ、イブって2文字だから他の文字列に含まれてしまうんですよ。ライブもそうだし、だからそのあたりが、イブは禁止してライブは禁止しないみたいな放送、そう、あ、ドライブもそうですね。クスマスって何のことかな。でもどうしても意図は伝わるな。正規表現使うの難しい。正規表現、あ、結構最初は難しいかな。でも単純なものから入っていけばそうでもないと思います。日本の景気は、そうですね、そのためにクリスマス商戦は確かに大事ではある。進む、うん、クリスマスイブって何ですか。何言ってるか分かんないよ。あ、そうだ、30分になったら、どうしようかな、その前にリロードしとくかな。28分ぐらいにリロードして、うん、ちょっと個人消費全員分合わせてってことですよね、うん、あ、そうそう、あの山下達郎の歌が好きなところでも流れてますね。生誕祭、あのどちらかというとクリスマス禁止は、あのクリスマス一人ぼっちネタを今日一日中言われるだろうと思ったんで、だからぼっちっていうのもなんか NG した方がいいかなと思ったんですけどね。クリスマスイブの日に一人で自転車旅行してるっていうところのツッコミを、あのあらかじめ防いでやろうと思ったんですけどね。はかり、なんだろう今の感じでやろうとしたら逆効果。まあこれもネタになりますからね。あと、あ、道の駅だ。道の駅駒川って前寄ったことないな。一応まだ営業はしてないですよね。デイタラぼっち。幸せなイブ、幸せなイブ、大太郎墓地、そうですね、大太郎墓地よく使いますからね。まあ、行くか。うん、当時を、あ、そうなんですか、クリスマスっていうのは。クリスマスは放送しなきゃいいのに。まあ、そっちも考えたんですけどね。いや、ちょっとそれ言ったんですよ。もう今日はクリスマスイブツッコミがうるさいから放送せずに、あの録画だけしとこうかなとかいうのも考えました。メンダンスでございます。一人、なんで一人だと問題あるんですか。といって本当になんか放送しなかったら、そう、そこまでなんかあのヒステリックに対応するようにも見えるんで、今日はそのクリスマス NG をネタにしてちょっと放送してやろうかと思って、逆に、今朝ごはんって言われましたかね。今日は民宿の朝ごはんでした。あの朝からトロが出ました。あのネギトロのネギ抜きみたいなやつ、あのトロのマッシュドトロが出ました。マッシュドトロで朝からなんかネギトロ丼食ってる感じで美味しかったです。カジメ風呂スルー、今どれだろう。そう、マッシュドトロって感じですよね、あの塊は。あ、コンビニのケーキか。いや、今日高いでしょう。今日は高いというか今日は定価でしょう。明日だな勝負は。サイクリストは今朝は当てないです。まだ出たばっかりで。
うん、昨日300メートルだったじゃないですか。うん、何が欲しい？フリですフリです。あ、ドライブイン。あ、なんか今バシャッと落ちてきたな。トンビの噴火今の。あ、ですね、お昼は今日はソーセージと野菜とあと水があるんで、スパゲティとスパゲティか、昨日食ったみたいなちゃんぽんとかラーメンとか一緒に煮る炭水化物があれば、ふん食らってないです、大丈夫です、回避できました。休憩、まだケンタッキー、そうか、今日はケンタッキーの書き入れ時でもあるんだろうな。おー、なかなかスーパー、ああ、10時ですか、9時。昨日何キロかな、測ってないんですけど、50から60の間ぐらいだと思います。昨日は距離的にはあまり進んでなかったですね。そう、お昼は昨日買った食材の半分残ってるんで、なんとかどっかで消費しないと。ミドリック、東京湾沿いはあまりですね。うん、あ、何しますかって今。ケーキか。ソーセージと野菜を使ったケーキっていうのはどういうのがありますかね。そこら辺に歩いてるやつを。七面鳥って顔がなんか若干グロい感じのやつですよね、七面鳥。あ、そうだ。あ、しまった。30分になってる。ってことは、延長失敗はしなかったのか、延長失敗詐欺は。ならよかった。忘れてたな。一応、事前に予防対策しようと思ったんですけどね。アクアラインは走れないです。バスに乗せて、通れるかどうかですね。でもバスは折りたたみ自転車だったらまあ行けたけど、普通の自転車のパッキングしたサイズだとどうかな。うん、自炊配信ミルフィーユ、野菜入ってましたっけ、ミルフィーユ。大丈夫でしたね、ありがとうございます。うん、ケーキ補給食はネタとしてはありかもしれない。クリスマス NG までしときながら。うん、更新、風が結構強いんですよね。ロボリンピックってあれですかね、ロボットコンテストみたいなやつですかね。ロボットコンテストって言い方古いのかな。素晴らしいコメント。なんか日頃からの感謝とか、なんかそういう改まった文字列は私は苦手ですね。何から何までなんか平常の。バスに、あれは多分許可取ってるか、本当に無理してっては多分ないと思いますけどね。テレビに出る以上はバス会社の方もその自転車の人乗せることになるっていう考えがある上で許可してると思うんで。そう、改まった文字列。あ、野島崎は一応行きます。エミだ、本当だ。すみません、私エミっていう地名は覚えてませんでした。エミ駅は近くにありますね。この辺は一遍通ってるはずだけど、だいぶ前だな、通ったのは。鴨川より南側走るのはどんぐらいぶりだろう。エミ漁港ってとこですね、ここ。失恋サイクリング？あれ、そんな設定あったっけ？じゃあ失恋サイクリングです。じゃあちょっと恵美駅、恵美っていう地名忘れてたんで、なんとなく駅を見に行ったら罪滅ぼしになったような気分になりませんかね。
あ、そうそう、あの仁王島の近く、あ、ここが一番近いんですかね、今。おはようはこつ。あ、おはようございます。ちょっとだけ駅を、お天気が良くていいな。そう、あの今日風はちょっと強いんですけど、猫だ、まだ気づいてない。気づいた、太ってるな、尻尾が変な形。お手さんいただきます、スコティッシュ。あ、スコティッシュさん、いらっしゃいませ。私は自転車の時は少なくブリーフ派ですね。トランクスだとあのある部位の収まりが悪いので、電車で。あれどこだ駅、ね、画像はちょっとあの曇り気味な画像ではあるんですけどね、あのカメラが前水没した関係で。猫駅長、神奈川ですが俺の部屋は今8度です。8度は低いな。はあ、住み滅ぼしに恵美駅を。で、どこ、はあ、かわいい、はあ、猫は荒くありますね。あ、ここもなんか駅自体昔と同じような感じ。ある部位見せません。ある部位見せると問題が出るので。止まったか。ああ、まだ内房線なんですね、ここは。あんまり、はあ、猫の後で止まったのか。鴨川市営恵美観光案内所、はあ、ふう、そうだ、 GoPro ちゃんと止まらずに動いてるかな。動いてる、はあ、よいしょ。じゃあ電波ある方に戻りますかね。1日の駅の乗客数80人の駅、うん、80人ロボさん。80人か、厳しいな、うん、内房線まだ本数はそれほど少なくはないですよね。確か朝、昨日朝来た時には、あ、そっか、でも君津までだったか。君津、千葉から君津行きで15分に1本ぐらいあったと思います、朝の時間帯。じゃあ周回道路に戻りますか。話し飼いの虎に食われたんじゃね、うん、千葉さん。トムと今のうちにコニャさん、しょぼん、グリートマトの呪い、 NG 設定の呪いだな。エンジン設定しすぎたせいか。もうちょっとあの練って作りたかったんですけど、正規表現は。今朝出るときに急いで作ってきたんで。いや、電波まだ戻らないか。あ、FM リーかな、もしかして。船長失敗詐欺がここで来たのかな。笑。いや、生きてるな。で、パ。よいしょ。そうだ、確かにそうですよね。コメントが流れてるから単純に見るだけですね。お、いらっしゃいませ。おはようございます。房総半島はまだ夜。ふう、今日は東から吹いてるの、風が。大体全般的には追い風か横風になるかな。そう、私は電波でもあるかもしれない。電波探索中。
探索中。もうそろそろ、あ、これ行くと内側に行ってしまうな。メリクリと関係ない放送は遮断されます。テネスーはこっから左に入っていけるか。ロボサの悪口はやめてー。うん、カヤノかな、ツノかな。あ、そうだ、 GoPro 給電できてない。これだと充電ボタン押し忘れてる。やっと、これでよし、これで充電よし、これでよし。しかし遅いな。今ここで GPS で移動してるのは分かると思うんですけどね。お、また来た。鈍行かな、特急かな。ちょっと、まあ、この道幅だったら大丈夫かな。来た。あー、写真だ。カメラが見合った。鈍行でした。向き的には下りになるのかな、あれは。しかし復帰遅いな。念のために再接続してみようかな。FMLE を一旦止めてスタート。あ、やばい、プライマリーサーバーエラーだ。あー、512384の設定でこれ、あ、待て、音質これでよし。スタート。ああ、これでもやっぱり電波良くないな。あ、来始めた。おかえり。すいません、 FMLE がエラーも出さずにプライマリーサーバーエラー状態になってたみたいです。なので、ここからは画質とコマ数が落ちます。早速ですが、 FMLE はまたなんかしばらく経ってつながるようになったかどうかを試してみます。いずれ 1、2時間後に。ここから先は通常配信になってしまいます。残念。臨場感が全然違いますよね、これ。通常配信と FMLE だと。で、私の関係はなぜか FMLE に繋がらなくなってしまうことが多いです。何回やっても繋がらなくなって、バク取り直すことになるんですよね。風が結構あります。そうか、あまりにも FMLE が、映像行ってない時間が長いなと思ったんで、 FMLE つなぎ直してみたらプライマリーサーバーエラーが出ました。閉鎖裏海岸、どこですか。地図見るとこの辺り恵美海水浴場ってところしかないですね。ボタンってどこ？あ、これか。紙芝居になってしまいました。残念。みんな更新だろ。あ、反応早い。プライ
リサーバエラーって美味しいの？美味しくないです、美味しくないです、まずいです。なんで私の関係はこうなのかな。あ、そうだ、あと今移動しているのはですね、なぜこんなことに今移動している方向は、あの、チクラの林道入り口まで走っていってるところです。ちょっと見落としておかしいけど、チクラ駅っていうところまで行ったら、そこから林道に入ります。で、林道に入ると電波ないです。チクルーザーかっこいいね。チクルーザー車かな。すごい追い風。風の音がすごい。風、わかりますよね。それで近くでうなってるのが。おお、押される押される。すごい追い風。今日逆方向じゃなくて本当に良かった。多目的トイレ、エミ花畑、花の駅、花摘み。うわ、焦がずに進む。今本当にかすかに下ってるような感じにも見えるけど、風だけで走れます。その緑の建屋がスーパーだけどまだやってないですね。緑の、あ、これですか。大戸屋、朝9時からやってますね。微妙に家づかまえだな。まあコンビニがあれば食材何か買えると思うんで。で、なんだっけ、ケーキ作るんだったっけ。ケーキは作れないけど、でもケーキをなんかおやつとして買っていくのありかもしれないな。でもどうせ買うんだったら、ちゃんとしたケーキ屋さんがあればあった方が。コンビニケーキだったら本当いつでも買えるから。ケーキはデザートに買いましょう。デザートかな。お、ちゃんとしたケーキ屋は立山まで行かないと。立山まで行くともうほとんどゴールしてますね。今日は金谷まで走ってフェリーで帰ろうかなっていうのは一応の予定なんですけど、もしかしたら、立山あたりからもう内房線で帰ってしまうかもしれない。時間によっては千葉の南の、あ、南房総は人少ないですかね。駅のケーキ屋さん、立山ですか。うちの妹は多分その注文ケーキの方で手一杯だと思います。手一杯だったと思いますかな。もう時間時期的にはもう発送終わってなきゃおかしいですからね。自家用ヘリで帰るの。自家用ヘリ維持費かかるんでしょうね。ヘリとか、あとうちのマンションはヘリポートないし。25日、そうですよね。え、立山自衛隊のなんか基地かなんかありましたっけ。うん、今日は、まあ、今日というかここ数日ですかね。最近は妹はツイッターで書き込みしてないから、書き込みとは言えないかな、つぶやいてないから状況わからないんですが。フォーク2つもらいますか。あ、それもいいな。ネタとしてそれは面白いかもしれないですね。この格好で自転車旅行でケーキ屋さんによって、あ、すいません、フォークは2つお願いしますって言って。メリクリ、何がメリクリって何ですか。めくりの5時ですか。めくって小大パンチ小昇竜。南房総市って名前だったっけ。ここズマズ、うん、黄色い、何すか黄色いって。道の駅和田浦和尾、わお、そんな駅の道の駅なんてなかったよ、名前。お、野島崎から野島崎からさらに北上して立山あたりまで行って、時間があれば
金谷まで行ってそこからフェリー乗ろうかなと思ってます。東京湾フェリーは貢献してないといつなくなるか分からん。せいやは聖書を読んでください。せいや、 あ、セイント夜のことか。ホーリーナイトか、ホーリーナイトか。あ、クジラ屋。セイント夜、セイント夜、ネタとして。この辺りのクジラのタレっていう、なんかクジラのあれはベーコンじゃなくて、なんて言うんだろう、イブ、うん、セイントセイヤ、なんかセイントセイヤって被ってますよね。まあ、あれ星の矢、星の矢だっけ。燻製ですかね、クジラのタレは。割と癖がある。こちらの、おお、なんかリゾートっぽいな。ちゃんとセイヤは関西弁になるのかな、あれは。ちゃんとセロっていうのは。リゾートっぽい。リゾートっぽい。映りましたかね。今のコマ数だとパッと見ただけじゃ映らないから。セピアか。セピアか。うん、そういや。ユアシャ。風に、ああですかね。結婚したりするんだっけ。結構沖縄とか石垣、八重山のフェリーなんか、あ、しますか。てか反応早いですね。ラグ全然なかったな今。誰の？色白？色白には目がないけど何の話かわからない。結構そんなこと言ってるとあのデスラー相当に粛清されますよ、粛清。風が、ただ今は追い風だから大丈夫です。お掃除？お掃除って？いつまで？なんだっけ？おじさん、どういう歌でしたっけ？ハワイ行きますか？ハワイ？ハワイ温泉のハワイですかね？鳥取の、ハワイはあれどこだっけな？1199、8月限定公開でイカ略。天気は今日朝からいいですね。これ多分曇ってたらもっと寒いんだろうな。つくら駅はまだ浅いかな。ちょっと車増えてきたな。いまいち。いらっしゃいませ。寒さは今さほどでもなくなってきました。日も出てきたし。道は結構狭くて、あと脇の方がこれダンプが通るせいなのか、一番端っこの方が盛り上がってるんですよね、アスファルトが。これは結構自転車にとっては怖い。半分くらい、あ、まだそんなもんですかね。あんまりさ、朝早く林道入ると結構寒いから。あ、でも今日の林道はですね、千倉林道っていうのが1個目なんですけど、2個あるうちの千倉林道は本当に雰囲気良かった覚えがある。前来た時、昨日今日走ってる中で走ったことがある林道っていうのは千倉林道だけなんですけどね。うん。今で、千倉林道の周りには小松林道と畑林道かってところがあって、小松の方は前走って、まあ割とあそこ整備された道だったから、今日は畑林道を通って野島崎の方の南の方に抜けようと思ってます。
あ、コイパグニショウ5800円だ。バニラス完成だ。作られた。チクラ、チクラ。そう、先町、房総半島の南端ですかね、野島崎は。あの犬吠埼とかと比べると妙に影が薄いと思います。あそこはこれが道の駅か。ケーキ、どうしようかな。エロい、あ、またエロいって言われた。これが道の駅、道の駅和田浦和尾。ちょっとなんか外から見たら全然道の駅に見えないんで見てみます。最西端はどこだっけ。本州は佐多岬ですかね。あれ違う、佐多岬はどれだっけ。ああ、そう、あれか、道の駅。これ目立たない。これ入り口で損してないかな。あ、本当ですか。ファーストシーズンは最初何話か見逃してるんですよね。でセカンドシーズンも実は大ブロックがミスしてた。新しいな。新しいですね、本当に。で店員さんがみんななんか緑色のエプロンと緑色の帽子かな、帽子だかベレー帽だかをかぶって、あの普通の場所、あの物産やってるところが道の駅に昇格したやつではないのかな。これは新規に作ったのかな。で警備員さんがいるからあまり近寄れないな。で、やっぱここも9時からですね。あと5分だけど、なんか買うかな。そこにしめ縄飾りがありますね。ただカメラ持って入るのは最近持ってもらうことないんですか。あ、セカンドシーズンも。ほら、あの緑色のエプロンの人たちが。で、まだ自動ドアまだ動いてないよ。どうしようかな。5分ここで待つのもあれだし、行きますか。自転車に正月飾り、いや、あんまり。まだ自動ドアが稼働してないみたいです。中の人がふんぬーって感じで、あのドアこじ開けてました。クジラですか。あれはクジラですね。モビーディックだ。シロクジラ。こいつは こんな可愛い顔してるけど、シロクジラだからきっと人食いますよね。人襲いますよね。鏡餅乗っけて、餅屋さんとこ行くの。かわいい。セカンドシーズンの大放送はブスだらけ。だるま屋さんとかですね。BS。また機会があったらにしましょう。機会は、そうですね。5分も待たない。あ、お化けも確かに似てますね。白い、ああいう丸っこい塊は。白くて丸いお化けっていうのは、あれは、任天堂かな？任天堂のイメージかな？マリオ系の。職場やお土産どころ。クリス？クリスさんがどうしました。おはようございます。おはようございます。あ、ローソンあるな。もうちょい先で、てか反対車線にあるのが、反対車線にあることで避けてしまう。朝食はもう民宿で食べてきました。朝からトロ組みました。今日は逆に、そう、走る危険性があるんで、反対車線のコンビニはあまり寄りたくない。私はコンビニに入ると、反対車線のコンビニに入るとだいたい間違えて逆走し始めるんで。日本が、だいぶ顔面が寒風にさらされて、あとで風呂に入ったら痛いかもしれない。
そう、肌荒れっていうか、なんかあの寒い時に外走って画面がヒリヒリし始めて、そこからしばらく風呂入っても痛いし、あの顔の表面から日焼けしたみたいに、あの皮膚が剥がれ落ちるということがよく起きます。今サウナは割と苦手かな。私はのぼせやすいんで、なんかあの手のサウナとかは結構怖いです。脱皮乾燥となんか日焼けとかが実際に混じってるんですかね。でも確か日に当たらなくても寒風に当たっただけでそうなるからな。あれはなんていう症状なんですかね。老化か風化か風化って。お、あれは地元の電気屋さんがベスト電気になったパターンかな。山陰の方だとどこの電気でもデオデオになってましたよね。あれデオデオだっけ、デオなんとか手入れ、あクリームかなんか塗っとけばいいのかな。昨日は多分5、60キロ仕事って殺すなよ。何を取ってもらえばデオデオ、確か電気店が大体みんなデオデオになってたような。今ベスト電気映ったかな、ちらっとしか見なかったけど。ベスト電気は確か福岡だっけ、九州だっけ、九州方面だったと思うんですけど、ベスト電気の発祥は違ったかな。エディオンになったんじゃないの。あ、エディオンでしたっけ。エディオンってデオデオのことでしたっけ。元デオデオ。九州ですよね。それがこっちの方まで進出してきてるというのはすごいな。で、今進しますな。山田なぜベストを尽くすのか。あ、石丸電機がエディオンでしたっけ。そう、なんか電車の釣り広告で見た覚えがあるんですよ。デオデオじゃなかったよなと思って。そっか、石丸がエディオンになったんでしたっけ。そういや、小野電坊やの小野電ってまだあるんだろうか。つまりか、なんか CM だか CM の見たんだったっけな。石丸でしたよね。小野電はまだあるのかな、ナワスのマークの小野電。秋葉原はもうどうなってるかさっぱりわからん。石丸、そう、小野電坊や、あと佐藤無線とか。そこの角曲がったところに豚汁置いといたよ。豚汁。デンコちゃんは姿見せなくなりましたね。デンコちゃんはそうですよね。でもケーキは予約がないと買えないかもね。ケーキは。そんなケーキはいらん。秋葉はつくもに行こうとしたらメイドカフェばっかになってた。つくもはまだあるかな。電坊やあります。20丸それキャッチが、電子ちゃんはイメージ悪、あのキャラクターに悪いイメージがてか叩かれまくるでしょうからね。本物なんで、あ、これ走りやすくていいな。さっきから結構涙が出まくってます。寒風でさっきからほっぺたを伝わる冷たいものが、頬を伝わる冷たいものが、あ、Tゾーンがないんでしたっけ。あ、石丸がエディオン。
風は今追い風だからまだいいです。広瀬温泉は知らないな。あとラジオ会館だったっけ、ラジオビルだったっけ、なんかそういうのがなくなったんでしたっけ。追い風がすごい、なんか押すな押すなって感じです。押すなよ押すなよ。伝説の巨人ですね。伝説の巨人、エディオンのことか、イディオンのことか。ちょっと難しかったな。でもこの私が分かるぐらいだから普通分かるか。自転車のメガネ、メク NC か。日本電機さんですね。押すなよ。風が多分そうです。あ、そうや、鴨川シーワールドは昨日もう通過したんだったかな。前通らなかったからな、今回は。で、なんかあそこの海中に人影が、この寒い中やるのかすごいな。でも多分、こっちの方の海だからまだ、他の海よりマシなんですかね。第一電気なんですか、デオデオって。向こうの方で、あれはサーフィンかな。ドラマ見て涙が出るのは。ドラマから風が。すごいな。風も強いから、どちらかというと海中に浸かってる方が、まだマシなのかもしれないですね。皆さんには見えないですよね、あの距離じゃ。ボードに寝そべって、手で漕いで、手でザブ、チャプチャプやってる人たちが。年？年？に向かって。ぱっと見なんかトドとかアシカとかが顔出してる感じでもあるな。いいの？あ、パドリングって言うんですかね、あれは。誰もボードの上には立ってない。沖縄風呂？何のアナウンスだあれ。なんか今アナウンスが聞こえたような。波が来るのを待ってるんですね。波が、何ですかね。きっと水温が高いんだよ。水温が、海の温度って結構違うんですよね。流者がいると電話しようか。流者、完全になんかいたずら電話というか大迷惑ないたずら電話ですね。自転車で。ん、エディオン合併したんですか。この先セブンは黒潮は海流高いですよね。クジラが、今クジラが、ちょっと写真。あとビーチサンデルがなんかあちこちに散らばってるのはなんでですかね。浴槽、沖縄の風呂は基本的にシャワーだけっていうところが多かったですよね。私が昔行った時はそうだった。プリとしてます。 SPD です。 SL じゃない方。白毛、グッモーニング。クジラ屋、クジラ料理なんですかね。クジラのかげる？かげる？かげるって何を読んだんだ？かげかな？東京以外で住みたい場所ですか？楽しみ。朝飯うまかったです。トロ食った、トロ。あ、これ歩行者専用の橋なのか。この吊り橋は。吊り橋じゃなくて何て言うんだろう、これ。社長橋？社長ブリッジ？でもこっち走ってたらコンビニ寄れないですね。黒猫サンタさんどうなってるの？黒猫？東京に住んだことあるんですか？東京都内に住んだことあります。まあ稲城市に住んでた。飯配信しましたよ。何言ってるんですか、18時からやったじゃないですか。でも夜配信は寝てしまっててやってなかった。滞在は
ゼミ鏡が。あー、この辺りの駅名全然知らないな。南三原だか南三原だかっていう駅が近くにあるんですが、田舎かな。確かに梨園しかないけど、田舎かな、梨園しかないけど。今日の飯配信しますか？今日の飯配信はないです。車輪ですか。タイヤ幅だったら 32C っていうサイズで 32mm ですかね。稲木結構デコボコしてますよ、ここ。まあ 32C だから楽勝だけど。房総半島は普通に人住んでるじゃないですか。夕方、通信不能は何だろう。夜配信は私は飯の後すぐ寝ちゃったんで、いや夜配信はやりませんでした。まあ、やったとしても特にネタがあったわけじゃないんですけどね。うお、え、海底トンネル？よし。あ、舗装が良くなった。海ほたるはまだ海の半島の反対側ですよね。こっちから目視できるとこじゃないはず。今海ほたるから見たらまだまだ反対側なはず。駅はなんて。昨日最後放送できてませんでしたっけ。確か宿の息子さんのクロスバイクが映って、それの反応のコメントがあったから放送できてたはず。あれ、これはなくなってますね。これシャッター何の話。あー、死んでるな。手をいかやく、海ほたるの中は自転車いけないの。海ほたるの中いけないです。軽電数は低い方だと思います。ヘビが死んじゃってますね。まだ死んだばっかりみたいなツヤしてますね。誰にも踏まれてないし、まあ、車が通らないから踏まれないか。お財布に空抜け殻。猫どうですかね。白っぽいヘビでしたね。来年はヘビ年。投資かな。投資、ああどうなんだろう。変温動物だと寒さで死ぬのかな。ヘビって鶏肉みたいなんでしょ。鶏肉らしいですね。まあ酒。準備が随分時間かかりますね。もうここから先は、場所はですね、内房線の南三原のあたり。ロボさんやっと後役終わるね。後役、あれ、私は今翻訳じゃないんでしたっけ。後役なんだっけ。あれですよね、前後章の5章の方ですよね、後役って。この後、そうですね、しばらく千倉までは呪われてる。翻訳ですよね、42歳。悪役。数えシステムはいまだによく分かってない。ダイエット効果はあんまりじゃないかな。意識してやってないのもありますけどね。ただまあ運動してるんで、痩せるかどうか分からんけど、筋肉は、持久走的な筋肉がつきやすいんじゃないかな。足が、自転車乗ってると足が太くなるからっていう考えの人は、あ、でもこれもどうなのかな。足が太くなるっていうのが迷信で、素人さん考えだっていう、その必ずその自転車乗りはそう言うんですけど、それもなんか信じ込んじゃってていいのかな。本当に太くならないと思っていいんですかね。私自身は太くなってないと思うんだけど。
どちらかというとなんか足首のあたりはあのふくらはぎが少し膨らんだせいで相対的に細くなってる気がしますけどね。どう何度気温ですか。どうだろう、10度、10度から15度の間くらい。15度もないよな。10度前後ぐらいなのかな。そうそう、競輪ぐらいの、あの、高負荷、あの、なんだっけ、スプリントしてないと、足が太くなるほどの筋肉はつかないと思います。デブでヒゲだとダメなのかよ。うん。面白いのにね。小学生か。この小学生が。さくら、あの、道は良くなりました。走りやすいです。追い風だし。暴走フラ、いや、フラワーラインはあの車道の方ですね。前、フラワーライン沿いにずっと走った。今、一つ向こうの道がおそらく。ペダルが。またファッションチェックか。ファッションチェックの人は毎回同じなのか。自転車、いや、私は自転車いたる必要ないと思う。自転車は道具でしかないから。ジャージ部いる？ジャージ部？ジャージ部？ジャージ部？砂浜はハンドル取られるな、無理だな。砂浜走るのはあのファットバイクっていうなんかオートバイみたいな太さのタイヤの自転車ありますね。体1キログラムくらい軽く、うん、まず痩せてから自転車乗れということだな。痩せてから、いやーそれはないと思うけどな。乗るために痩せるっていうのは、私は自転車乗って乗って何かをすることの方が面白いんで。で、なんだっけ、今高い自転車買わなかったっていうのは高い必要がないから。うん、デスリンか。絶対、あれ絶対、なんだっけ、超絶隣人か。超絶隣人ベラボーマンっていうゲームが昔ありましてですね。っていうふうに話題そらしてみますけど、どうですかね。あの、ボタンが二重構造になってて、ボタンの速さによってパンチの強弱が変わるっていう。あの、うわっ、そうベラボー。もちろんご存知の方いらっしゃいますよね。砂が、砂が、ちょっと、すわ、勘弁してください。やばいな、これ。見渡す限りずっとなんか砂が積もってる。やばいな、これ。行くか。うん、ちょっと待って、今コメントなんで加速してるんですか。うわ、うわ、うわ、30日。これは太くなりますね。やばいな、こりゃ。相当先までこれ続いてますね。と言って戻って今抜けられるにしなかったよな。ああ、ちょっとこけそうだから歩いていくか。ダートコース押しちゃいます。この方が負荷低いや。あの、タイヤがめり込まなくなるから。歩いた方が楽ですね、これ。そうだ、歩いてる様子を写真撮っとこう。やった、歩き歩き、写真撮った。あ、壁の上ってのがあったな。壁の上を車輪乗せて押していく方が楽だな。乗ることができるかもしれない。これ砂が乗り越えてきてるんですね。よっと、おはようございます。これは乗車したら危なすぎるな。クリートに、あー、そうなるかも。うわー、タイヤに悪いんじゃなくて埋まっちゃって、ものすごくあの転がり抵抗が大きくなるんですよ。あ、これ楽でいいや。楽でいいけど足の方は埋まるな。あと、すぐに外れる。すぐにこの上から落ちてしまう。厳しいな、これも。足元がちょっと埋まりすぎて。勘弁してくれ。走りやすい道だったのに。運転して、いや、人によってはできるんじゃないかな。サイクル野郎でもこういうのやってたし。あ、ほら、これが今私がつけた足跡ですよ。目立つな。
足をコンクリの上。そしたら自転車どうするんですか。下はちょっとあの姿勢的に難しい。私も自転車もこの上がいいんだけどな。よ、社長の馬鹿野郎。どこの社長の話ですか。うちの会社の社長か。人は右を歩けば。よっと。人右ですか。私左側に自転車置いて押せないんですよ。うわっと。落ちた落ちた。よいしょ。はあ、まあ時間今日早く出たんで、時間的には多分大丈夫じゃないかな。群馬もネタにされ続けてますね。でも群馬ネタにされるってこと自体で知名度があるんだったらいいのかな。あのなんだっけ、うわ、島根でしたっけ、あの知名度がないことを売りにしてるのは。どこまで行きゃいいんだ。あそこ砂途切れてないか。しばらく前の足跡がありますね。左から自転車押せないですね。左からですよね。左右対称の方がいいのに、体のバランスとしては。群馬、私もよくわからないんですよね。あれ何から発生したんですかね。群馬からの秘境で、あの成人の儀式はバージージャンプだみたいなネタはどこから出てきたんですかね。うお、オフショアって、オフショアの仕事上での意味は知ってるけど、なぜオフショア。うん、観光に。でもどうでしょうかね、観光つながってますかね。うわ、埋まった埋まった。戻すのにお金がかかるからやらないと思います。ああ、いい運動なるわ。全身運動ですよね、こういうのって。そう、戻すのにお金払って業者に頼まなきゃいけないから多分やらないでしょう。こうやって自転車の方見ながらやればいいか。そしたら落とさずに済む。あ、砂が途切れてる。走っていけるか。よいしょと、よっと。ふう、はあ、これは電波切れたかな。あー、楽だ。電波切れたか、読み上げ落ちたか。ちょっと一段落ついたところでチェックします。ここまでだな。はあ、ん、草刈り装備か。地蔵さんがなんかヘルメットかぶってる。あ、棒読みだ。棒読みが死んでる。ってことはさっき設定したクリスマス NG が消えてるな、きっと。クリスマスが多分復活するはず。どうでしょうか。テスト。クリスマス、ああ、やっぱりさっきの NG が消えてる。クリスマス、そう、あの、つを、つと、つのところに入れたのは、あ、メリクリはもともと、メリクリもそうですね。メリクリは想定できたはずだな。で、なんかお地蔵さんが、お地蔵さんが、ヘルメット頭じゃなくて、あの、後ろの、あれ、なんていうんですかね、五光的な場所、あそこにかぶせてあって、あと、クマとか、よくわからない、変なキャラクターとかペコちゃんとかが間に入ってる。クマの着ぐるみのペコちゃんとかが一緒に入ってる。これ普通の T シャツですね。あの紫色のやつ、マッシュ。なんかお地蔵さんが
寂しくないようになんか分からんけど、すごいことになってるな。どうこうし、なんかお地蔵さんがいろんな仲間と一緒に、いろんな仲間が詰め込まれてる。お、金色、すごい金色バスだ。ヤマトって書いてあったけど、金色塗装ですよ。おしっこしたらダメですね。おしっこしたらあのチンチンが腐ったりしますね。晴れるんだっけ、ミミズは。ミミズに向かってショーをすると。ロボさん来た、久々来た。お、久々いらっしゃいませ。チンチン、そう、チンチンがえらいことになりますね。あのミミズに向かってってよくわかんないな。呪いシステムなのか、あれは。ん、曲がる。ああ、チンチンがですか。道の駅ローズマリー公園。え、あれ道の駅だったっけ。あれでもなんででしょうかね。ん、彼女住んでる彼女。ああ、あのあれあれ、ローズマリー公園前からあったけど道の駅だったっけ。そうそう、今さくらさんの名前が一瞬出てこなかった。黒猫のさくらさんですね。今名前が出てこなかったよ。水を、友達になるにはあの信頼関係が必要です。あと、ちょっと道の駅の様子をこれを見てみるか。メリー、あれ道の駅はどれが、ん、道の駅はこれ、道の駅じゃないですよね。小手半、あ、もうちょっと先なのか。信用してます。私があなたのこと信用できるかどうかによりますね。道の駅は、あの、あれです。道の駅は、補助が入った物産展というか、地域情報ターミナルというか、なんかそういうところですよね。道の駅のこれよくわからないな。そうそう、ローズマリーガーデンっていうのは前からあって、うん、天気いいです。このときめきプラザっていうのが多分物産のとこなのかな。映ってますかね、ときめきプラザ。有料エリアだから、うん、やっぱりローズマリーガーデンとかの施設が先にあった近くに物産の道の駅を作ったんですかね。閉鎖裏、閉鎖裏は何の意味なんだろう。国交省、飲食店があり、ああ、どうかな。地元の人が道の駅で行くってのはあんまり見たことないような。ローズマリーの赤ちゃんって、ローズマリーって植物ですよね。建設所、ローズマリーバトラー、バーコードバトラーみたいなもんですかね。これなんか風車っぽいのがある。こんなところに英国が、わら。ん？英国。なんだ今グワって言ったの。ニコ生自転車社祭忘年会というのをロボさんは行きましたか？忘年会、ゆきさんの店何でしたっけ？何横丁でしたっけ？道の駅のスタンプラリー。横丁名が思い出せねえ。いろいろなんか最近記憶やばいな。あそこでやった忘年会ですよね。あれはあの参加予定者が30人超えたのを見てたんで、あの人数だと私は自分の声が聞こえなくなるだろうと思って、なので私は最初からあの、ツイプラーでしたっけ、あの参加表明のやつ、あれにあの書いてませんでした。現在地、なんだろうな、単独、そうですね。あ、そうだ、海運横丁だ。なんか失礼だよ、忘れてるのも。そうそう、海運横丁、横丁の町は町じゃなくて、あの定次郎の定でしたよね、確かの横丁でしたよね、違ったかな。海が見たい。海、あ、海はさっきまで見てましたよ、いやってほど。距離が180キロって出てた。1人が小屋道に参加しました。
あ、いちご。もうそろそろいちご時期なのかな。いちごって春でしたっけ。ほら、このなんかいちご、いちごプレートが。現場大戦。私は現場大戦の小説の方を見ました。さあ、3人。なんかあれみたいだ。3人って言うと、ホットペッパーの CM みたいだ。アーデンの森？洗剤、私は液体石鹸を使ってます。小説、あ、でしたっけ？このアーデンの森って、英語表記はフォレスト・オブ・ディ・イマジネーションって書いてあって、うん、キャンプ車祭、あ、前やりましたね。やりましたねっていうか、キャンプのところは放送したっけ？したか。名栗湖の時にペアやりましたね。アーデンってアルデンヌとかのアーデンですかね。アルデンヌの森っていう戦車ゲームにそういうステージがあったのを覚えてるんですが。アルデンヌですかね。アルデンヌのことかな。すごく帰ってこないのか。アーデン。ドイツ語でイマジネーションがアーデンなのかな。これが道の駅の本体かな。物産の。花丸市場。全然ローズマリーって感じじゃないな。花丸市場。これが道の駅のまあ本体と思っていいですよね。ってことはトイレもどれかがトイレのはず。あの教会っぽいのがトイレ？チャーチでもあの十字架は上についてないですね。ソフトクリームやってるな。うん。コブラ。コブラなのか。ああ金髪だからか。バルジの、ああ、バルジとか、そのあたりが、あ、トイレじゃなかった。すみません。失礼しました。ローズマリーホールって書いてあるから、本当にこれ、結婚式とかやるとこなんですかね。でも、11月ついてないけどな。花丸マーケット。今日の宿は、自分家です。バルジ大作戦はどれだっけ？コブラも、そうなんですか？コブラ実写化はどうなるんだろう。実写の人があのコブラ的な格好つけ方すると結構違和感あるんじゃないかな。了解ですね。あのジョークを言う感じので、なんかいろいろ売ってますね。じゃあここで買い出していくかな。パットンといっても麺とかそういうの売ってるかな。パットン大戦車団でしたよね。あれは戦車軍団だっけ。アキラ大閣、アキラ。外人の配信の、ペア結婚式しましょう。ペア結婚式。じゃあちょっとトイレ借りがてら買い物してこようと思うので、しばらく待ってもらっていいですかね。どっかその皆さんが退屈しないような映像はどっか向けてないかな。外人がドラゴンボールみたいな。じゃあ動きはないけど、向こう側のさっきのあの、さっきのあの施設が絵的にはちょっと映えますよね。アルデンヌ。アルデンヌは地理的どこか私分かってないんですよね。ゲームの1ステージってイメージしかなくて。じゃあすみません、ちょっとまた置いてきぼりです。はい、こんなもんか。コミュニティに参加しました。じゃあベルギーの近く、ベルギーの数を数えてもええよ。トイレどこだ。トイレ。お土産何っていうと、あれかな。ちょっと行ってきます。のしメリプリオツクリシュマスクリ、あれは何？了解。しばしご寛断を。ぬっき見て迷惑役だよね。オカルト映画のようだ。警備する必要ないな。お前ら黙れ。くりとり。洗濯終わった。先頭の窓から顔を出すロボさん。西部劇で出てきそうな建物だな。なんか風情ある景色だな。
フランクリンが電気を発見した場所だ。アイラブクリチュリス。クリスマッシュ。行きます。棒読み抑制なかなかやるな。トイレ行ってきたんで今度は買い物行ってきます。ロボット男はのぐそでもしてんのか。相当水飲んだのかな。いてらいてらいてらっさいのし、おめんこん報告をつすが2回あるとダメみたいね。クリスラス買い物は見たい。サプライズ結婚式。テロリアンはどこだ。ロボさんの車乗ってクソ安定してるよな。わら、カステラや自転車生主、ネルオさんのコミュ URL 省略、イカ略、スイス、ロボさんはオカシングの脳天気バージョンやな。あれは平井心なのか。畳身長したいわ。ロボさんは僕のもんだからお前らどっか行け。クリスエムス、チロリアンはコマゴメです。腹減った。サービスはいかやく。神詰まりだよ。さかなクンとこにリアデコしてほしい。
女性リスナーもいるの。じゃコンビニ行ってくる。向かい風進まないよね、わら。向かい風は害悪。セブイレもプリント印刷サービスある。台が出たがってる。行ってくる。お前ら正直自転車乗ってて振動で勃起したことあるべ。わら、コンビニで印刷サービス確認して、直にコンビニ行ってもダメだ。いかやく。行ってら、セブンでパソコンプリントできるよ。プリンターのスキャナーはよく使うよ。もうプドフ送ろうかな。ロボさんは山田電機の自転車売り場の人。このペースの使用率だと40年くらい持ちそう。プリンター、女性リスナー、ロボさんに誰か紹介してみせて。スキャナー好きやなぁ。紙持ち込みでできんのかコンビニ。一人がコミュニティに参加しました。女性リスナーいるかアンケ取ってほしいな。これ動画か。振動でちょっとでも神経でかくなったやついるべって。わら、多分女性リスナーは 10% くらい。ロボさんは家でくつろいでいます。気がついたらサドルで股間の血流が止まってしびれることあるよ。スキャナーで雑誌の必要な記事をスキャンしてる。ロボさんには大阪の彼女がいるやろ。止水か。20インチ折りたたみでカゴ付け、荷台付け、ハブダイナモ付けの自転車いかやく。スキャナーで何スキャンするの？女性リスナー、挙手してみては？1277、マジで、それ怖いな。この時期の雪が起きないわ。手がしびれる。そもそも雪だ。大阪さんの話はあかんよ。スキャナーで映画のチラシや記事などいろいろ。今年の2月くらいから自転車車載配信極端に減った。大阪さん以上に警戒していた。朝、湖走るけどクソ寒いけどクソ楽しい。女性リスナー、幻想です。大阪さんに何か、わら、これは実物？女性リスナー、都市伝説です。一人、プレミアム一人。コミュニティに参加しました。車載やりたいけど装備揃えるのが高すぎる。女って物欲すごいよね。参加。スマホで。この画像は左側が動いてるように見えるけど静止画です。大阪さんは二次元やろ。ロボさんのコミュにはおっさんとオタクしか来ないのか。早送りしてほしいね。車載なんて今スマホで余裕みたいやで。NME で本当に Android は簡単に放送できるようになりましたよね。で、あれグローブもう一個はあった。戻りました。お待たせしました。すいません、だいぶケーキじゃなくてこれ買った。飲むビワこんにゃくゼリー。私ビワ大好きなんですよ。と、あと炭水化物としては全身？ほら、バッグを。と海鮮鮮味入り餃子、冷凍餃子です。これをなんか煮たら美味しいんじゃないですかねと思って。これ焼き用ではあるけど水餃子にしてもできますよね。ただ問題は
あの水餃子のそのタレをどっかで買わなきゃ。確かコンビニであの水餃子の水餃子にも使えるってかあの表示があるタレを見た覚えがあるんで、どっかのコンビニでタレ買って。見たらダメですか。ただ問題ちょっと多すぎることかな。止まった。そういや水餃子としてあの煮て食べる感じで。歩き食い。ただ問題は昼時までこれが持つかどうかかな。このバッグの中で、バッグの中で水餃子がとろけてたらどうしよう。そうだ、一応外に出しとくか。こいつだけは、そう、熱湯というかあの出汁に投入して煮ようかと思ってます。こいつだけはちょっと外に呪われる。全解凍で OK。 中で、中であの水がザ水が出るとやばいんで。その宿、あなたもまた。よいしょ。箸はありますか。箸あります。画質、FMD 試しますかね。多分ダメだと思うんだけど。東山。餃子の味噌とに格納しました。この後ろの便利な小物入れに。で、ちょっと待ってくださいね。FMLE じゃあ試してみます。秦野さんは、じゃあ一旦止めますね。煮たら、ああ、そうかもしれない。まあ、それはそれで。じゃあ。荷物結構ありますね。ガスボンベ、いやいやいや、そんなことないですよ。あ、ちょっと GoPro の録画は続いて、うん、大丈夫かな。で、FM リスタート。確か本物の設定でいけるはず。ああ、ダメだ。ダメだな。もしもし、もしもし。あ、待てよ。ちょっともう一度、もう一度、もう一度。こっちにこう変えておいてから FM リーを。立ち上げて、これでなんか違うかな。で、スタート。ダメだ。FMLE はプライマリーサーバーエラーですね。よ。あ。ダメです。やっぱり FMLE はあのプライマリーサーバーエラーで繋がりません。ダメですね。というわけで通常配信でいきます。映像的にはだいぶ本当落ちるんですけどね。というわけで、じゃあ続きいきますか。ムル、ムルっていうと NLE のことかな。ニコニコライブエンコーダーですかね。それもあるかな。うわ、ちょっと今ズボンの裾、左側の裾があのペダルというかクランクに引っかかって、あ、雪。そうか、こっちから入れば道の駅、ちゃんと道の駅っぽく見えるのか。風がですね、東から風が吹いてます。で、今のところ追い風で楽なんですけどね。危ない。そう、あの裾とか引っかかると SPD のかけ方によってこけてしまうことがあるから。よし、逆走、そうそう、それ気づけないと。大丈夫、大丈夫。雪の出れば文句ないよね。私はそうですけどね。なんで1日20キロ。なんでだっけ。東丸は東日本と西。なんでだったかな。東日本の？とりあえずどこかコンビニで出汁を買っときたい。水餃子、あ、水餃子、まあ水餃子じゃないんだけど、餃子煮るための。ただ餃子こんだけ15個も入ってると、野菜はまだ煮て食うとして、ソーセージが余るかもしれないな。そう、出汁。まあそれは帰ってから食えばいいか。おしっこ済んだ、済んだ。東丸カード、あ、思い出した。カードで今実は現金の持ち合わせが若干足りなく、少なくなってまして、
あのよく考えたら今回あの家出てくるときに万札1枚ぐらいしかなかったんだった。1万600円かな。なので今は3000円ちょいしかないです。3000円割ったんだったかな、割ったかもしれない。なのであのスイカがないと私は帰れない可能性が。キャノンデール、私のはクロスバイクで、クロスバイクビアンキ、これほどのはいいかな。お金持ち、お金持ち、カードで払えれば。 ATM どうするかな。ワン、ワンは確かセブンでしたっけ、セブンイレブンでしたっけ。暴走フラワーラインって表示があります。月収の100分の1か、3000円が100分の1だとすると月収30万か。コピーすれば増えるけども物理的には。スイカチャージはあの自動チャージのやつです。ビューカードかな、ビューカード。定期のスイカの自動チャージのやつ。あ、ミニストップもありましたって。これも。そうっすの。北緯35度最東端って表示がありますよ、ここ。知らなかった。北緯35度で日本を横輪切りにした時の最東端がここらしい。微妙だな。あそこの図を見ると特にそうなんですけど、地理的に北緯35度の最東端って書かれてもなんかうんって感じかな。逆光で、ああこれ映らないかな。あ、映ってないですね。デジカメで見るとよくわかる。まあ、北緯35度線で日本を輪切りにしたと思ってくださいよ。その時の一番最東端です。で、北緯36度になるとまた別のところがあるわけですね。 T ポイント、ツタヤでしたっけ。あ、イベントありがとうございます。それ言ったら北緯何度っていうのは細かく切ればいくらでもありますからね。まあでも5度単位の最東端って言ったらまあまあ絞られるかな。35度、40度は40度、確か北海道に45度があったから、まあ日本で数箇所ってことになりますかね。最東端、北緯5度単位の最東端っていうと。レストラン千歳ポイント、最東端、わらわら、千葉の最東端か。千葉のではなくて北緯35度で日本を見た時の最東端です。あの地図で表示するとより説得力が落ちますね。まだ文字列で表示した方がいい。北緯50度差、細川隆、微妙。50度、わらわら、タン、何々ちゃんを何々タンというあれですね。いくらまでまだつかないか。今はですね、アンダー、あの河川のアンダーと化学繊維のアンダーと、長袖ジャージと、その上にあのユニクロの薄いフリースを着て、でその上からあのペラペラのウィンドブレーカー着てます。これで結構いける。で寒くなってきたら上にあのゴアテックスの雨具を着て層を増やします。でそこまでかな、私が冬に着るのは。繊細、うん、繊細、船ですか。結構聞こえますね。あの薄いのたくさん持ってると微調整ができていいです。まあ、微調整しなくてもいい体を作るという方向もあるんですけどね。私はかなりあの脱ぎ着は細かくやってます。足は普通にあのズボンです。
ズボーン。ん？ウィンドブレーカー。ああ、ラーメン屋さんに忘れましたね。あれ、なんて店だったっけ？あの、鶴見方面の。兄さんと一緒に行ったとこだ。ジーパンですか？ジーパンじゃなくて、あの、一応自転車用なんですけど、多分木綿製のやつ。普通の生地の。一部だけちょっとストレッチ素材になってるやつです。筑波駅のあたりから林道に入るっていうことで、駅に寄るというわけではないんですけどね、寄るかな。たまがった。たまがりましたか。筑波メスももう知ってたらどうしますか。気づいてないだけという。ジーパン、私はジーパンで自転車乗ってました。あの、汗かいてくると特に夏場なんかは足の動きが制限されるんできついと思うんですけど、それは相対的な話であってダメっていうことはないです。専用の着た方が楽なのは楽なんだろうけど、そこまでコストとかをかけるかどうかっていうのは個人個人ですね。これはあれ、駅か。あ、駅だ。しかし千倉じゃない、千倉駅じゃない、千歳駅だ。ここ千歳駅、千倉駅の隣に千歳駅っていうのがあったのか。よっ、一応見るか。わあ、風が。年末の超常現象のやつやりませんよ。コミュニティ集会所で掃除やってますね。いいな。ここで飴を買おう。お、あれいいな。30分延長しました。新しい。何すかこのモダンなやつは。なんかツヤつけてますねこれは。いい千歳飴。タイツじゃなければ右足部分の裾を簡単に縮められるパンツがいいから。新千歳駅はあの北海道にありますね。あれ千歳の都市って違ったっけ。あれは新千歳の空港の千歳は。こっちは仙台の千歳。カッコつける。そう、ご存知で。モダンだな、なんかツヤつけやがって。おしゃれな駅。なんかツヤつけてくさ。あ、で、綺麗なトイレもありますね。じゃあここはもう駅ちょっと完全に作り直したのか。ここで臨港。いや、臨港じゃないです。まだ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 今日は始まったばかり。友人、つばつけとこう。つば、なぜか薬局があるけど開いてないのかな。これ変更？あの乗り物は何だろう。子供用か。田口さんいただきました。田口さん、どうですか。田口さん、早っ。こんにちは、あと挨拶を。うわっと、おはようございますか。あれ、園芸用の車。え、園芸用なんですか。あの太い、太いというかローラーが2個ついたのの上に小さい人が乗ってるみたいなやつ。こんにちは、ロボです。これからどこでイブデートするの。イブ、イブを気にしてきてないんだよな、悔しい。イブは短すぎて NG にしづらい。お掃除今日やってください。思い立った今日やってください。曲がり角。ロボさん、ハンドクリームとか使いますか。あ、ハンドクリームからやったことないですね。あんたの初日の、ん、初日の泉にっていうのは初日の出を見に来るってことか。プレゼント、プレゼント、なんで、なんで、誰かの誕生日かなんかですか。何故プレゼントのやり取りを。初見です、どうも。あ、初見さんいらっしゃいませ。あ、手自体はあんまり荒れたことないですね。ささくれはある程度出てくるけど、私が冬にツーリングしてて問題になるのは口切れです。口のヘリがすぐにあの
切れてあのかさぶたができてまた割れるっていう繰り返しになるんで、そこのリップクリーム使ったりしてます。 NG ワード、まあ、クリスマスはネタ NG ですけどね。あ、山崎があるけどここって出汁売ってるかな、ちょっと見てきます。水分、ああ全然 ではないけど随分減りますね。家事そうですね、全然やってないんで、ちょっとじゃあ、山崎で出汁計を見てきます。出汁外れた、少々お待ちを。出汁探す、ひげ剃り、いやそれはないですね。あ、声聞こえてないか。出汁はなかった。出汁と言える出汁類はあのカレールーしか置いてありませんでした、まあ、カレールーで餃子に行ってもいいかもしれないけど、で買ってきたのはあの野菜ジュースと、あとここあの太陽堂和菓子、太陽堂なんとかっていう和菓子屋さんのお菓子が置いてあったんで、あの和菓子ちょっと1個買ってきました。ケーキも売ってたんですけどね、山崎系のケーキだと思うけど、太陽堂なんとかっていう和菓子店です。太陽堂菓子店だったかな。これ蒸しきんつば、きんつばってどういうやつでしたっけ。なんかあのちょっとプルンとしたやつじゃなかったですかね。寒天が入ったやつじゃないんでしたっけ、きんつばって。カレー餃子はまあ良かったかな。で蒸しきんつばどうしようかな、今食うか後で食うか、やっぱまだ朝飯食った直後だから後にしよう。きんつばは確か寒天が入ってなかったですかね。薄皮あですか。ってことはまんじゅう系のやつかな。ん何製麺、野菜ジュースで、まあ塩気加えたらいけるかもしれないけど砂糖入りすぎてるよな。さて寒天は入ってないんでしたっけ。表面がなんかツルツルしてるからそうじゃなかったかなと思って。してまあどれの、きんつばのか、虫あれきんつばだっけ、虫きんつばでよかったっけ、今なんて言ってたっけ。お
お座り、お座り。うん。風、今日も風向きによりますね。芋金、トリオ。あ、金ツバ、金ツバで。虫金ツバでした、今のは。金ツバと虫金ツバ。すごい線香の匂いがした。虫金ツバと金ツバは違うものなんですかね。名前だけからすると蒸してるか蒸してないかなんだろうけど、ここにもクジラのタレの、クジラのタレはあの直にかじったら結構塩辛くて前食い切れなかった覚えが。ビアンキがなんて、ん、船橋なん、あーダメだ、聞き取れない。クジラ肉店ってのもある。鉄板の上で焼いたもの。鉄板の、え、金ツバ焼いたもの。え、金ツバって焼いたものなんでしたっけ。頭の中のイメージと全然違う。私の頭の中の金ツバはですね、福岡ローカルでいうところのあの陣太鼓みたいなイメージだったんですけどね。違いましたっけ。全然。あ、クジラベーコン食べました。前大洗いにいた時あの買ったやつですよね。うん、 SPD です。今日はもうそろそろあんまり寒くなくなってきた。日がよく照ってるんで。あれ熊本でしたっけ、陣太鼓。結構福岡の私も食ってたんですけどね、陣太鼓。陣太鼓も知らないですよね。ローカル、ローカルお菓子なんで。両面そこ、あ、そんなやつでしたっけ。ああ、うなちゃんマンとかの話は私あのニコ生のいわゆる芸能界的な意味でのニコ生は全然知らなくて、興味もなくて、その人がどうっていうわけじゃないんですけど、特に興味ない。うん。いや、焼いたものなんですか。全然頭の中のイメージと違う。ちょっと頭の中の金ツバイメージ修正しないと、上書きしないと。どっかでじゃあ金ツバも食うか。今は千倉駅の近くです。で、千倉駅はちょっと道それるので、溝にショートカットします。千倉駅には寄らないです。千倉駅はた、ま、確か前、臨港で帰った駅だったかな。チェーンのオイルかな。チェーンオイルは確か和光のやつだったと思います。うん、サラダ油。チェーンにサラダ油を刺すっていうのはですね、サイクル野郎にそういうネタ出てきましたよ。ナマハゲっていうメインキャラクターの一人が、仲間のもとへ駆けつけるために、養護施設から飛び出していくんですけど、その時に雨だからってんで、何か刺す油はないか、じゃあサラダ油でもいいやとか言って、チェーンにサラダ油刺して、さらにリムとかにまで全部サラダ油かけてしまってですね、ブレーキが一切かからない状態で大事故を起こすっていう、まあネタというか、事件ネタがあったんですけどね。そう、リムにサラダ油させてブレーキ全く効かなくて、でガードレールがない崖の上でそれで走って、思いっきり飛び出して海、崖の下の海岸沿いまで落ちて、で足がもう足の骨というか足がやられて、復帰できるかできないかとかいう状態になるんですけどね。そう、サイクル野郎の話です。生ハゲの話です。あ、サイクル野郎ですね。そうそう、入ってます。今 iPhone に自分でまだ再販される前のサイクル野郎の原本をヤフオクで買ってバラしてスキャンしたもの入れてます。でスキャンしてるんで、元の持ち主の多分小学生だと思うんですけどね、ひらがなで名前が書いてあるのまでスキャンしてます。ん、ブレーキ、V ブレーキ。ん、ゴルゴは斉藤孝雄さんの方しか知らないな。で、そうか、サイクル野郎は庄司何さんでしたっけ。サイクル野郎の作者は庄司なんとかさんだったと思う。まあ平気じゃないんですけど、ロードのブレーキに比べるとだいぶ強いと思いますよ。あ、サダオでしたっけ。
庄司、あの東海林じゃなくて、あのなんとか層、小原層とかの層、おさむでしたっけ、庄司は覚えてるんだけどな、確か庄司で合ってると思うけど、ん ?70? サイクリング、え、そうなんですか、あ、年尾だ、年尾だ、多分それだ、それで合ってますよね、いや合ってますよね、というか合ってると思う、それだったと思う、確か年尾さんだったと思う、作曲家で、あのサイクリアローって漫画を初めて知ったのは、あのそう、丸井凛太郎、矢野仁太郎、あと生ハゲ、生ハゲの本名は日高圭吾でしたっけ、で初めてサイコロ野郎読んだのがこっちの方の九十九里浜の白子湯ソステルってところに泊まった時が初めてでした、そう生ハゲで、すいません、本当にこれはあのリアルタイムで私も読んでなかったんで最近知ったんですよ、チーフ、じゃあ私より年上ですね、多分私はリアルタイムでは知らなかったんですよ。林道はどこですか？林道はもう少し先で、そこから電波なくなります、あ、セブンがあるから出し買っていこう、確かセブンに置いてあったはず、昨日見たやつは。サイクルの論は床屋さんで読んでた、床屋さんか、歯医者さんとかで読んでる人もいそうです、そういう待合室に昔から漫画置いてあるとこといえば、沖縄に、うん、行きたかったって何だろう、沖縄取材しできなかったから描写が一部しかないってことかな、サイクリアローの最終回は沖縄で終わってますね、沖縄を走り始めたとこで、じゃあ買い物してきます、多分すぐ終わると思うんで、タイトル先そうなんですよね、ゴルゴリスか、じゃあちょっと行ってきます、そうなんだ、ブランドも販売っておいしいの？好きなカードが狭い。
これこれ。映ったかな？これでございます。よいしょ。そう、これ確か昨日これ見てたんですよ。あの水餃子の絵が描いてあったんで。でこれとさっきの海鮮餃子を一緒にして見たこともない。そうかな。商品名はだしの素かな。丸鶏ガラスープってやつですね。こんにちは。七面鳥のそういうことしとこう。よし、じゃあこれで準備万端なので。ただあれですね、あの放送できないところで自炊してももったいないな。せっかくのネタなので、まあネタのために放送してる、放送のためにネタやってるわけでもないとも言い切れないな。ここから先すぐ林道に入るんで、林道を抜けて野島崎の方に出てきたあたりですかね。でどっか電波があれば空腹早く腹減らさないと。まだ全然腹減ってないです。餃子に合うはずですよ。だってあの餃子の絵書いてあるから。これで合わなかったらあの味の素にクレームを入れて。うん、え、朝日新聞の記事ちょっともうちょっと特定してもらわないと。朝日新聞の記事だけだとちょっとあれですかね。サイクル野郎が取り上げられたってことかな、朝日新聞に。それとも別に自転車ネタがあるのか。調理配信はあの一人だとあまりやらないんですけどね。自炊は純粋に美味しいもの食うか、食うっていう話で言うと、自炊は別にそんなに美味しいもの食えるわけじゃないんで。でもまあ楽しいことは楽しいんですけどね。著者のインタビューが10日ほど前に出てました、うん、あ、インタビューが、へえ。 iPhone に入れてる漫画はあとですね、テスコの旅と、あと岸和田博士の科学的愛情がなぜか1巻だけ入ってるのと、あと何入れてたかな。あとは自炊配信24日も防げないな。そう、サイクルやるはリアルタイムに見てた人は本当に40代か50代ぐらいまでありますかね、だと思います。自炊配信、まあ一応配信できるところでやろうと思います。バリデン、うん、バリデン、え、あれはなんかツーリング的な要素あるんですかね。スキャンの方の自炊配信延々とスキャンしてる配信。46歳、多分そのぐらいですよね。私より少し上ぐらいか。ん、先にキャンドゥだ。もうすぐだな。あ、目覚めて。そう、私はサイクル野郎はリアルタイムで知らなくて、旅行中に、自転車旅行中に初めて知りました。白子ユースホステル初めて読んだのは何年前だっけ。エロトピアは実は私ちゃんと見たことないんだよな。買ったこともないし。バリデンの猿吉くんが泣いた時、うん、とか、あ、なんとなくわかる、なんとなくわかる。羅列されただけだけどもなんとなくニュアンスわかる。ん？コメントがハゲになる？どういう話ですか？エロトピアはもう川のりか。あ、もうないのか。じゃああとは山の中に落ちてる分だけですね。フラッシュ2台に、あ、昔のやつですかね。まあデコチャリというか、なんというか、あの少年スポーツ車なんていうのかな、あの世代は。まあフラッシュライト世代かな。河川敷の分もあるよ。朝日新聞は2月28日の記事みたいな。あ、先月か。もうそろそろどっかで内陸側に曲がるところのはずですが、もうそろそろっていうか、ん？ネイチャー何？ここじゃないか？で、GPS、
うわ、遅っ。あ、フラッシュ付き。あ、うん。走りながら、まあ、負荷全然かかってないですからね。あ、ちょい待ち、ちょい待ち。ちょい待ち。GPS がハングした。オフにもできない。おっさんばかりじゃなくて分かる、あなたも。あー。そう、電子フラッシャーですね。電子って言葉がなんか、魔法の響きを帯びてたような。GPS 再起動。ガーミンハングし始めたのは、このイートレックス30からですね。それまでほぼなかった。やっぱりなんか、ファームウェアが複雑になりすぎてるんですかね。その、ハングしてしまう余地があるぐらいに。多分ここで曲がるんじゃないかと思うんですが、時間かかるんですよ、これ。おっさんすいません。おっさんネタ多くてすいません。だって私がおっさんなので。じゃあ、待ってる間、Google マップでも確認するか。ソース、ああ、どうでしょうかね。ソースコードを書いてる人のスキルによるっていうのも確かにあるだろうな。お、いらっしゃいませ。私を愛してるとは言えない。ここだな。うん、ここですね。予定ルートでここで曲がりますよね。もうちょい手前から曲がることもできたけど、細い方を選んだんだ。ルート作るときに。ただガーミンが起動しないとログが残らないからな。現在地は？現在地は林屋さん前です。サブ、今起きたのか？サブさんネタ多いですよね。ニコ生芸能人的な、ニコ生芸能界的な話題として。ニコ生芸能界という言い方は、今日思いついたんですけど、なかなかなんか、私が言おうとしてるニュアンスが伝わって、自分でいいなと勝手に思ってます。ニコ生芸能界。そう、なんか、言いたいことは分かりますよね、これで多分。有名人の、ね、有名人の話題の、話題的な世界というか、なんというか。誤爆、その可能性もあるな。ロボさんと挨拶程度のキスしたい。挨拶程度の。でも理系は無駄な、どうでもいいこだわりがうざい。ロボさんもネットタレントですか？私思い切り理系ですね。ネットタレントか、ネットタレントって言い方もあるのか。ニコ生芸能界、うん、そう、ニコ生芸能界的な。ダークの人たちは見たくないな。ダーク、ダーク。名前出しちゃう人はその人たちを芸能人的に。芸能人的に、うん、多分そうだと思うんですよね。別になんかその放送争うとかいう意図があるわけじゃなくて、共通の話題として言おうとしてると思うんですよね。吹いた。なのですみません、悪意がないのわかるんですけど、興味なくて。嫌いよりもなんか言い方悪いかもしれないけど、興味がなくて。こっちは興味ないし知らないってのに。で、よし、 GPS 復活した。これ道なりでいいかな。うん、もうここから海とおさらばですね。思ってる。まあでも実際有名だから知ってる人多いんですよね。生主はリスナーが思ってるよりかの生主に興味がないよね。うん、おっと。芸能人ですね。そう、生主は、私みたいにニコ生の、ニコ生のなんていうのかな、一般的な文化にそれほど浸ってない人間と自分では思ってるんで。立ってる人間だったらその点の話題はもちろん共通として話できると思うんですけどね。おはようございます。あ、おはようございます。いい感じになってきた。数学得意なの？数学は小学校、中学校ぐらいまでは得意な方だったかな。あの、公文式の塾に昔通ってたんで、計算の速さだけはそれで鳴らされてたんですけどね。でもそこから先は全然普通でしたね。そう、私は理系人間です。どっちだっけ、左脳人間か。左脳って左半球のことでいいんだったかな。左半球で 右半身を司ってるんだったっけ。相対性理論を説明できるロボさんである。相対性理論ですか？見た目、ああ、多分そうだろうな。プログラムは文章
文章、ああ、ですかね。外科医そういう医者顔というなぜか言われます。放送上で。どっから林道なんだっけな。どっかに入り口は書いてあるんじゃないかな。そうそう、医者顔とよく言われるんですよ。放送以外では言われたことない。うん、電波この先なくなるんで、そうなったらしばらく放送休止です。そうだ、今のうち言っとかないと。この先いつ切れるかわからないんで、切れたらどうかな、1時間後か2時間後かぐらいに野島先に出てくると思います。まあ2時間見といた方がいいかな。もっとかかるかもしれないけど。でそこはあの GoPro の録画だけして自分だけで楽しんできます。ちょうどくつくつしてきました。ああ、来ましたか。スクラリンドは登るんだったかな。今か。いやほら、あの相手もクリスマスだからどうっていうのが嫌いな人だったらどうしますか。どうしますか。いや、うん、正規表現ですか。よっと、はあ、いい感じ。配信が止まったらネルオさんの放送見に行くよ。あ、ネルオさんも今やってるんですかね。ミサ30分延長しました。黒ミサ。結婚はギャンブルです。ああ、ギャンブルなのは確かにあるんでしょうかね。相手の心が全て分かってるわけじゃないから。大人の意見。結婚で正規表現の結果、子供が、ロボさんは年上の女性だった。それは表現じゃなくてっていいや。私がなんてなんて。ああ。おお。わらぶきの小屋、これはもう小屋として使わない予定な感じのとこですね。これ多分前通ってるはずなんだけどな、覚えてないな。ロボさん生物で受験しなかったの？好きなのに。受験で生物とか選びましたっけ？生物がそういうのありましたっけ？暴走は廃屋率高いな。暴走、まあここに限らずかな。北海道の方なんかもあの廃屋しかないとことかってすごいとこありますけどね。前廃屋ばっかりで印象残ってるのは気持ち悪い。道の状態良さそうだな。道は今のところ大丈夫です。この先ちょっと砂利っぽいとこがあったと思います。チクラリンドは。道の状態が良いと面白くないじゃないですか。面白くない、まあ楽ですけどね。ロボさんの頃からセンター試験だっ、うん、私の時はまだ共通地図だったと思います。そのすぐ後からじゃなかったかな。大向き、あーでもここもいいですね。映ってますかこの景色。こういう感じが好き。映ってますよ。あ、大丈夫ですかね。フラット。そう、昔はセンター試験のことをって同じでいいのかわかんないですけど、センター試験に相当するものが昔は共通一時って言ってました。石川県。石川県。ああ、あっちの方は雪すごそうですね。今学生はセンター対策で必死だろうな。今。共通一時ってセンター試験じゃないの。マラソンに砂ごときセンター試験と、まあイコールでいいんですかね、あれは。パンクイベントはしばらくないです。立ちこけイベントがこの間珍しく久しぶりにやりましたね。珍しく白い粉。センター試験は私立が受けれるようになったんじゃなかったっけ。私立、あ、そうなんですか。一人プレミアム一人学年式に参加しました。立ちこけしたことない。そろそろ立ちこけあります。私はパンクイベントは久しぶりなだというか、寒い日のパンクイベントは勘弁ですね。雨の日とか
その立ち止まって修理しなきゃいけない時の環境に依存しますね。嫌さは寒い日は勘弁。でも空気入れるのである程度。おお。え、まだこれウィンドウ入ってないかな。何の病気でしたっけ。ああ、タピコケパンク。普段はタイムシフト見ないけど、タピコケだけは見た。タピコケだけはちゃんとあの時刻が分かるようにイベントリスト公開しておりますので。イベントリストの話は枠説明に書いてたっけ。あのコミュニティ説明のお知らせのところにタイムシフト後で見るためのイベントリストっていうドキュメントの公開先書いてるんで、とりあえず昨日今日の分は今日帰ってから処理して公開します。処理するの一緒なんですけどね。スクリプト一回走らせてそれの結果を Google ドキュメントにコピペするだけ。左ん左、おう、魚くん、ありがとうございます。魚食べ過ぎで病気って本当なの。魚、あ、なんだっけ、骨がどうこうでしたっけ。怖い。ありがとうございます。てかあれか、あの道か、尿管結石。昔ここから降りてきたはずなんだけどな。ん、尿管結石、あ、むちゃくちゃ痛いやつですかね。尿道結石って言ってるやつ、これか。